スコラード類層は、カナダアルバータ州南部にある白亜紀後期の地層の一つ。そこで見つかる化石は、白亜紀後期と赤新生前期の中間期間のものを含んでおり、ケーピコグラム協会の前、間、ま、そして後の化石が同居している。その化石記録と優れた石炭産地であるがゆえに、経済的な意味でも重要視されている。スコラード類層は主に砂岩と、 シルトで構成され、低岩が介在する。上部には石炭層が見られ、わずかにベントナイトも含まれる。堆積物は山脈から河川系による西への流層と川の氾濫による侵食で堆積されたものと思われる。スコラード類層は、エドモントン層群の最上層として分類されることが多いが、より伝統的な分類では、パスカプール類層の一部に含まれていた。それは、 石炭の豊富な上部のアードリー石炭域と石炭をさほど保存していない株領域とに細分されるが、どちらの層もまだ正式な名前は与えられていない。恐竜や微生物の化石証拠や白亜紀の終末であることを示すイリジウムが堆積していることに基づき、アードリー石炭域の最下部には、K ピコグラム協会が生じており、上層部が赤新生前期。 下層部が白秋後期の地層であることを示している。スコラード類層は現在においてアルバータ州南部の準氷層にある。そしてそれはレッドディア川沿岸に沿ってトロックまでに渡り広範囲に露頭している。上層、火葬ともに東西に薄い。各層の厚さはロッキー山無近くの300メートルから南部、中央部付近の100メートル未満の範囲にわたる。 スコラード類装は、アルバータ州南西部の平野の白亜紀後期のバトル、類装、北西ヒラノのワピチ類装、そして麓のブラゼアウ類装とは、相乗的に一致しない。パスカプール類装が侵食によって除去された場合、スコラード類装は表面に露出しているか、または、第4期の堆積物によって覆われていたと思われる。ことから、パスカプール類装の堆積は、 相除学的には考慮すべきではない。スコラードはアルバータ平原南部にあるウィロークリーク類創及びアルバータフットヒルズのコールスパー類創と同時代の層である。上部のアードリー石炭域はコールスパー類創のコールスパー石炭域株と相乗的に一致する。そしてサスカチュワン州南部のレイブンクラック類創株とも同一である。白秋後期の層については サスカジュワン州のフレンチマン類層、モンタナ州のヘルクリーク類層、ワイオミング州のランス類層と一致する。スコラード類層は古石追動物化石を豊富に保存している。特に恐竜が目立ち、哺乳類は稀で、植物は広範囲にわたって見られる。スコラード類層はケーピコグラム境界をまたいでいるため、そこで発見される恐竜は中世代最後のものであり、 上部で発見される哺乳類は大量絶滅後の哺乳類の時代の黎明期のものということになる。ありがとうございます。